先輩の下平アナが。今日初の雑学を披露する弘中アナ、大先輩にうまく披露できるのか。当時ニューヨークに住んでいた作詞家の秋元康さんが、この川も日本につながっているんだなと日本を懐かしみ、郷愁の思いで綴ったのが名曲「川の流れのように」なんだにゃ。そして3人は小さな幸せを聞くことに。続いては海ファームへ。ここにあるのは釣り堀。でもただの釣り堀じゃないぞ。自分で釣った魚を食べられるんだ。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。アジを釣りに来ました。ここでは自分で釣った魚を残さずに食べることで命の大切さを学ぶ食育を体験できる。餌の付け方や釣り方などわからないことは丁寧に教えてくれるので、初心者でも安心して楽しめるぞ。なくはないです。私海沿いの町に住んでたので。へー、私もやったことはあるような気がするんですけど、釣れたことがないです。ちなみに料金は1人620円。釣り竿とバケツ、餌がついてくるね。最終的に3人で5匹のアジをゲット。スーパーマーケット買いに行くより近いんじゃないかな。Thank you.
Engel momentum operator.